こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県赤穂市、非常にいい天気ですね。私にしたら珍しい。さあ、やってまいりました、定番大津トンネルでございます。九州新幹線の N700 系が通過をしてきました。これはね、500系取りに来たっていうのはもうお分かりかと思いますが、次の改正ですよね。3月16日の改正でですね、この朝の500系の運用がなくなっちゃうということですので、まあ取りに来たということでございます。なおかつね、500系もまあ引退報道が出まして、まあそれ以降初めての撮影に来たということになっております。まあまあね、そういう報道も出ちゃったし、まあ改正間際なので、まあ撮影者もいるんじゃないかなと思ったりしたんですが、いませんでしたね。びっくりしました。拍子抜けです。はい。でもちょっとね、雲、多少あるんですね。なので、晴れたり曇ったりっていう感じなんですが。さあ、N700 系がやってまいりました。これは動画だけになっちゃったかな？はいはいはい。ちなみにですね、撮ってたみたいですね。今回は、7200を使っていこうと思います。なんで7200、こんなところで7200なんか足りないんじゃないかと、大思いの、そこのあなた、正解でございます。こういう画角で撮れるんですね。じゃあなんでこういう画角で撮るのか。そう、私は家に長望遠を忘れてきました。はい、ありがとうございます。はい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 。何がはいはい。撮影地に着いてから気づいたんですね。あ、長望遠忘れたと。おー、どうしようかなと。まあ、ちなみにね、このニコの Z8 を私使ってますけど、この人の優秀なところは、まあ、フルサイズですけどね、APS-C サイズ。まあ、つまり 1.5 倍に拡大ができるんですね。なので 200mm を使うと 300mm で撮ることができると。その恩恵に預かろうという話でございます。なので、まあ、長望遠みたいなね、圧縮した写真は撮れませんけども、まあ、ここの撮影地、まあ、ギリ 300mm やったら、ね、撮れるんですね。なので、私の場合は、ま、200mm までのレンズしか今日持ってきてませんけども、まあ、それをね、1.5 倍に拡大すると 300mm になりますから。はい。そういうような感じでちょっとね、今、まあ、逆に言ったら今まで撮ったことない画角で撮れるからいいかと。そういうような感じで考えております。ちなみに背景の山が曇ってますね。結構ね、晴れたり曇ったり、晴れたり曇ったり、晴れたり曇ったりだとね、そういうような感じでしたので、まあ、この500系が来るときどうかなと思ってたんですけども、まだ来ませんかね。まあ、結局ね、今回私たち3人で行ったんですよね。なんですが、その後から別で2人来られて、計5人での撮影となりました。まあ、5人くらいでしたらね、ここでも撮ることができますから。まあでも10人とかならちょっと厳しいかもしれませんね。でも今後、まあ、撮れることができるかどうかですよね。さあ、500やってまいりました。今のところ晴れております。長望遠持ってこなかったのがちょっと悲しいですが。まあまあいいんじゃないでしょうか。というわけで撮ってみました。まあ迫力としてちょっとね、落ちますけども、でもこういう画角でも撮れるんだっていうことが私自身もわかりました。まあ、ここまでにしようと思ったんですが、ちょっともうちょっと撮っていきましょうか。オーツトンネルはここで見たとします。というわけで、この後別の撮影をしまして、ちょっと時間が空いたんですが、先ほどの500系が新大阪まで行って折り返してきますので、それを狙っていきましょう。やってまいりました。岡山県岡山市。こちらは吉井川の隣の築堤になります。こういうような感じの場所ですね。ちょっと背景はもう完全に雲がいっぱい。この改正予報だったんですけどね。まあ私の場合の改正予報は当てになりませんので、私の場合とかまあまあ関係ないですけど。さあ、早速やってまいりました。500系ちゃん。流し撮りをしてみました。こんな感じで撮れました。まあ、ギリギリ見える範囲かな。若干ね、拡大するとビブレは起こしてるんですが。まあ、でも500系のね、疾走感が出たんじゃないかなと思います。まあ、でも本当にかっこいい車両ですよね。この500系ね。まあ、もう登場から25年とかなってるんですが。まあ、25年ぐらいかちょうどね。まあ、その古さを感じさせないスタイリッシュさ。なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、すぐね、この後 A700 系やってまいりますので、これも一本撮っておきましょう。N700S でしたね。
ちょっと先にね、晴れちゃったので、この白飛び仕掛けっていう感じになったんですが、まあ、500系のついでですからね。いや、でもまたちょっと500系、いろんなカットを増やしたいですね。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは、鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。